あいつマジでちょろいからさ、ちょっと優しくしただけでさ、もうすぐ金出してくるの？マジで マジで都合のいい ATM 最高だよ、あいつ そう今度の日曜日どうする？どこ行きたい？ちょっと調べててさ、どこ？水族館行きたいなって思って。水族館いいじゃん。ここ。あ、いいじゃん、近い。いい？じゃあ日曜日ね。決定ね。はい、水族館ね。はい。ちょっとトイレ行ってくるね。いってらっしゃい。おーい、お疲れ。あいつ？ うまくやってるよ。でもさ、日曜日水族館行こうとか言われちゃってマジでだるいの。まあでもさ、散々金使ってもらったし、まだまだ引き出せそうな感じするから。ここできるのもったいないじゃん。そう、もうちょっとだけ絞るそう。そう、そんな感じ。女なんてちょっと優しくすりゃさ、超レーンだからいくらでも金引き出せるぜ。そう、 ATM。 そう、いや、あ、ちょっと待って、戻ってきた。じゃあ切るな。じゃあな。お待たせ。おかえり。俺もちょっとトイレ行ってくるね。俺もちょっとトイレ行ってくるわ。今は大丈夫。はい、あ、でも気をつけます。ありがとうございます。ごめんなさい。あ、いい。はい、そんな感じです。なんかちょっと聞き耳立てたみたいな感じになっちゃったんですけど、なんか彼氏さんかなが結構明らかにこう彼女さんに対してひどいことを言ってたというか、ちょっとこのままやったら聞いてしまった以上、自分としても何か言わんと後味悪いなみたいなのはちょっとあって、お金のことだったんで、ちょっともし騙されてたらやっぱりかわいそうっていう気持ちがすごい大きかったので話しかけてみました。はい、ありがとうございます。結構勇気、そうなんです。それでどうやって話しかけようかっていうのはかなり悩んで、恥ずかしさもあるし、結構この
人様の問題だからなんか踏み込んでいいのかみたいなのもあったし、まあ、自分もこういう場面初めてあったのでどうしようかなっていうのはやっぱ悩んだんですけど、やっぱなんか自分としてもこう何か言わないと後味悪いなみたいな声はあったので、まあ、言うかみたいな。使えなければ自分どういうので騙されたとか、なんかお話とかって伺っても大丈夫ですか？何ですか、何があるんだろう。やっぱお金貸して信用してそれで返ってこなかったりとか、異性問題で裏切られて男に取られたとか、そういうのありますよね。あ、ご自身が経験もされたと、はい、そうですね、はい。なんか今回みたいなこういうの以外でもなんか人助けとかって結構される方ですか？なんだろう、明らかになんか体調悪そうでなんか倒れてたと か、 なんかそういう場面で人を助けたみたいなのもあるんですけど、なんだろう、こうやってなんかこう自分がおせっかい気味にこう干渉しに行くというか、何かこう、まあ、結果的に助けになったかどうかわからないですけど、まあ、ちょっとこう自分から言いに行くみたいのは初めてだったので。普段そうですね、あの困ってる人がいたらすぐ手を差し伸べるタイプなので、あと電車とかでも、あと階段とかで、あの重い荷物とか持ってる方とか結構助けたりとか多いので、声かけるのは結構慣れてはいたんですけど、そうなんです、ね、でも今回はちょっとやっぱりちょっとお金の話とかでシビアだったので、話しかけるのちょっとやっぱり躊躇し、最初躊躇しどうしようかなっていう、街中とはまたちょっとイレギュラーな感じそうですね、どう伝えようとかも考えてそうですよね、ありがとう。